はい、じゃあ早速やっていきましょう。毎日学習会の林です。よろしくお願いします。今日はいわゆる海外就学者って、上智の海外就学者ですね、上智の海外就学者っていわゆる公募よりも簡単ですかっていうふうなところのお話がちょっと質問できたので、お答えしていければなっていうふうに思います。まあ、結論から言うと、上智の海外就学者っていうのはいわゆる公募よりも簡単です。で、まあ、簡単な理由っていろいろあるんですけど、やっぱりもともと海外にずっといた方って結構こう日本語が苦手なことが多いんですよ。日本の帰国生とかでも日本語は結構苦手っていうふうなことが多くてですね。で、そうすると例えばもともと漢字を書けなかったりとか、例えば小論文試験が出てきてもなんかフルフルで書けなかったりとか、面接の受け答えが苦手だったりするんですよね。で、そういう中で日本語教育をちゃんと受けてきた人とか、あるいはうちで来る人でも、半分ぐらいの帰国生ってやっぱり漢字苦手だったりとか日本語ちょっと不自由だったりとかってするんですけれども、そういうところがある方でも毎日学習会であれば、毎日土日も祝日もお正月もクリスマスも休まずにこう授業やってますんで、そういう中でこう両こなしていただくことである程度こう得になったりとかして、で、実際にこう受けていただくと合格できる率っていうのはかなり高いと思います。海外就学者に関して言うと本当になんか落ちる人ってあんまり聞いたことないかなっていうぐらい合格はしやすいと思うので、そこはそういうふうなものなんだっていうふうな意識を持って狙っていただければなと思います。で、逆にその帰国生の人にとって海外就学者落ちるとしたらどういう理由で落ちるのかとか、こういうところ難しいよってお話をちょっとすると、日本の今のこういわゆるこうなんていうんだろうな、帰国生向けの入試って2種類あって、一つがその日本語込みでやるものなので、こうその入試とかで日本語の小論文とか結構難しいものをやるっていうのが一つあって、もう一つはもうその英語だけで全部出せます、授業も全部英語ですってプログラムがあって、それぞれに結構難しさがあります。で、日本語の論文とか、グラフとかそういうのが出てくるやつはそれぞれで難しいですよ。ずっと海外にいたのに日本語でそれも早稲田とか慶応とか上智とかを普通にこう一般とかあら公募とかで受ける子たちと同じぐらいのレベルのものをやらなきゃいけないんだから、これはこれで日本語能力すごい必要で難しいんですよね。で、英語でやんなきゃいけない方はこれもこれで難しくって、まずやっぱり合格基準が国際基準だから、やっぱり SAT で1400以上取ってるとか、TOEFL IBT で100以上取ってるとか、それって別に過去問を解きまくればできない水準ではないんだけど、結構なかなか勉強としては大変っていうところがあって、そこをやっぱりやっていかなきゃいけないっていうところが、非常にやっぱり考え方としては難しいわけですよね。で、それをこうどういうふうにやっていくのかっていうことを、ちょっとやっぱり考えていかなきゃいけないと思うから、そこをどういうふうにやっていくのかっていうのは、実は話としてはすごい難しいっていうところがあって、どういうふうに考えていかなきゃいけないのかなっていうのは、やっぱり常々見ていかなきゃいけないっていうふうな、そういうところがあるわけですよね。だからもうそこの部分をどうするかっていうことは本当にすごいこう考えていかなきゃいけなくって、そこの部分ですね、やっぱりすごいこう大事なので、またどういうふうになるかっていうのはちょっと考えていただかなきゃいけないかなと。自分がどっちが得意かですよね。その日本語だけでやるのが得意なのか、それとも英語でもやるのが得意なのかってところをしっかり見ていくっていうところが、これがすごい大事なので、そういうところを本当意識してやってみていただけると全然違うと思うんで、ちょっと頑張ってそれはやってみていただければなっていうふうには思います。よろしくお願いします。